ではでは、はい、次のキャラがあよちゃん出てきてくれました。はい、ご紹介します。エボシマロです。心からやってきました。皆さんこんにちは。神奈川県茅ヶ崎市湘南のど真ん中から参りました、エボシマロです。エボシマロの少しご紹介をさせていただきます。エボシマロ9歳くらいの男の子です。茅ヶ崎族エボシマロっていうんですけれども、エボシマロと一応貴族の男の子です。で、好きな食べ物お菓子です。で、頭の帽子なんですけれども、茅ヶ崎市の海に浮かんでいるエボシ岩の形になっています。エボシマロくんが今着ているお洋服なんですけれども、アロハシャツですね。茅ヶ崎って言いますとクールビズの代わりにアロハビズというものがございまして、夏になると市の職員など皆さんアロハシャツでお仕事などしております。で、茅ヶ崎の一番の自慢というとやっぱり海があることなんですけれども、ぜひ皆さん海に遊びに来てほしいなと思います。で、今エボシマロくん踊っているのエボシマロ音頭という曲です。ちょっと見てあげてください。エボシマロくんの、ブースなんですけれども、ちょうど皆様の後ろにある黄色いテントの角っこなのでぜひお立ち寄りください。エボシマロくんのブースではですね、1回100円で輪投げができます。外れなしの輪投げです。ぜひ皆さんお暇な時に遊びに来ていただければと思います。この後もエボシマロくん会場内をうろつくと思いますので、ぜひ皆さん一緒にお写真を撮ってあげてください。では、また会場でお会いしたらよろしくお願いします。そして茅ヶ崎市でもお待ちしておりますので、皆さんお待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。エボシマロくん、茅ヶ崎もね、これからもどんどん PR していってください。素敵な踊りもありがとうございます。素敵な踊りありがとうね。はい、エボシマロくんでした。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。